お野菜スタンプをするよ。どんな模様になるかな。それでは行ってみよう。こんにちは。私はね、森の国からやってきたうさこちゃんって言います。かわいいでしょ。私ね、実はおしゃれが大好きなの。この間ちょっとお洋服屋さんに行ったら素敵なお洋服見つけたの。ちょっと見てこれやろう。じゃ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 ーん、見て見て、素敵な模様のお洋服でしょ。ちょっと着てみてもいいかな。ちょっと着てみるね。ピンクのお洋服からこれは紺色のお洋服に大変身。じゃんじゃん、どう、似合う似合う。おー素敵でしょ。この模様ちょっとよく見てみて。なんか何でできてる模様だと思う、これね。これね、実はお野菜、みんな食べたことあるでしょ。お野菜をチョキーンって切って、ペッタン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 ってスタンプしたの。今日他にもさ、クマさんとか猫さんとかウサギさんも遊びに来てくれたんだって。だけどさ、ちょっと見て、素敵なお洋服着てる？動物さんたち着てないね。この動物さんたちのお洋服、じゃん、まださ全然模様がないの。なので今日はたくさん持ってきたお野菜を使ってみんなで絵の具をこうやってつけて、ペタン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 ってやって動物さんたちのお洋服作ってほしいんだけど、みんなやってくれるかな。お願いできる？本当？やったー。動物さんきっとね喜ぶと思います。お野菜を置いてみるので、みんなどんなお野菜があるかなってちょっとよく見てみて。ほら、お野菜、まあ、すごい、ね、あれからやろうかな。触っていろいろ見た。こんな模様があるから、これにするの。チコちゃん人参にするの。あ、いいね。よかった。チコちゃんのモグレや。じゃあ、プリちゃん白でやってみる。あ、ありがとう。お、上手。ついた？ついた？もうちょっとつけた方がいい。トントン。いいの？じゃあ、ギューって。ギュー。あ、あ、できた！いいよ。もっとやる？もっとやる？これなんだっけ、こう聞く、お野菜。ゴーヤ、ゴーヤ。できたね、かわいい。もう一個やる？あ、上手。かわいい、うさぎさん。はい、インタビューをさせていただきたいと思います。今回 の、 野菜スタンプの制作なので、はい、どんな狙いがありますか？はい、普段ね、子供たちは、お野菜目にすることもあると思うんですけど、なんかこう、やっぱ切った断面っていうのに、こう見る機会っていうのはなかなかないと思うので、今回の活動を通して、いろんな野菜のこう切り口に興味を持ったりとか、あとは子供たち絵の具遊びもすごい大好きなので、このスタンプ遊びっていうものも、楽しんでもらえたらいいなと思って計画しました。絵の具を作った制作遊びって、どんなに気をつけた方がいいですか？
そうですね、なんかやっぱ子どもたちがこう汚れを、ね、気にしないで伸び伸びと遊べるように、今回も事前にお家の方には汚れていい服で来てくださいってことをお願いして、活動の方に入りました。お家で簡単にできそうな絵の具遊びって何かありますか？お家の方では、例えばフィンガーペインティングをやったりとか、あとこう手形にちょっと絵を加えてアート的なものにしてちょっと記念に残したりとか、あとこうクレヨンで描いた上に絵の具を塗って弾き絵とかも子どもたちすごく喜んでできるかなと思うので、ぜひお家でもやってみてください。はい、ありがとうございました。バイバーイ。